西岡先生がですねモラル理事研究所西岡先生もですね論説記事正論書いてますこの裁判おかしいんじゃねえって話ですこの裁判の原告って実は徴用工じゃないんですけどってはい出ました <laughs> 韓国らしいというかね徴用工じゃない人が徴用工と言って出てきて最高裁まで行って 勝つわけだから <laughs> えそこって感じですけども読んでいきます日本では4人の原告を元徴用工と呼び裁判を元徴用工裁判と表現しているしかし4人の経歴を調べてみてその呼び方はふさわしくないことが分かった彼らは徴用で来日したのではない1人は1941年に3人は1943年に徴用ではなく募集勘圧っ で来日しているなんと2人は平壌で日本製鉄の婚姻募集の広告を見て担当者の面接を受けて合格しその引率で土日したという自分で職探しして「すいませんお宅で仕事していんです」とお願いしてそれで働きに来ているその人たちが強制労働をさせられたとか言ってるんですいや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  自分で申し込んできたんでしょうと。そんな中入ってるんですよ、今回。で、最高裁まで行って払えっていう判決出るんだから。いやいや、この人超陽光じゃないし、自分で応募してるしっていうね。そうそう、好きで来ました。はい。ただの就職。はい。ただの出稼ぎでした。超陽光じゃないんですけど。はなんなのただの就職よ。ただの出稼ぎ。 ほら徴用工というのは徴用ですから「はい君こっち来て」ってね連れてこられたっていうそれが徴用工じゃないですかいや徴用してないんですけど <laughs> わけわからないというふうにわけわかるよね国家総動員法に基づく朝鮮での戦時労働動員は判決の言うような日本の企業の反人道的不法行為ではなかったほら 判決で、ね、日本企業の反人道的不法行為って言ってくるただの募集でしょうよ、はあはあ、おかしなことを言うね戦時における合法的な民間企業での契約、えー、期限契約新労働だった39年から41年に民間企業が朝鮮に渡って実施した募集42年から44年9月まで朝鮮総督府が各市軍などに動員数を割り当てて民間企業に引き渡した艦圧っせん 44年9月から45年3月頃までの徴用令に基づく徴用の3つのタイプがあったどれも動員先は民間企業で通常2年の期間契約だった軍隊という国家組織に動員された軍人軍属などとの大きな違い待遇は相対的に良かった 44年に広島の軍需工場に徴用された労働者は月給140円をもらっていた当時日本人男性の多くが徴兵のため不在で日本本土は極度の労働者不足となり賃金が高騰していただから募集の時期には出稼ぎ目的の個別渡航が並行して多数あった募集15万人個別渡航など44万人でむしろ後者が多かった結局高級取ってたんですよ だからねほら炭鉱のほら長崎の島があるでしょ軍艦島ってあそこも徴用工がいたって言うんですけども遊郭があったっていうんだから朝鮮人専用のだから賃金もらって遊郭で遊べるだけの余裕のある収入だったんですよそんなカツカツでね低賃金で酷使されてたら誰が遊郭に行くのよ <laughs> だからね結構いい給料もらってたのよ その人たちが自分で募集応募してね、いい給料をもらってね、場合によっては遊郭で遊んだかもしれない。そういう人たちがよ、強制的に連れてこられた金をもらってないとか、はーって話よ。全部嘘じゃん。<laughs> その嘘をうんうんと聞いて判決出しちゃう最高裁。すごいね、ミラクルだね、韓国はね。 そう、え普通の労働者じゃんってそうよ普通の労働者なの何でもかんでも文句言ったら金がもらえちゃうというねいやーおかしいねまた同じ時期 渡航許可なしに不正に途日して送り返された者が1万6000人いた驚くべきことに不正渡航者の中には動員対象者になりすましたケースがあった日本での賃金が高かったからこそ起きた現象とこのままでは22万人から1人1000万円合計2兆2000億円の賠償を求められるかもしれない <laughs> 22万人だからほら1人1000万でしょ えー、22万人が「俺も俺も」って言い始めたら2兆2,000億円ですわ <laughs> 我が国が10年以上韓国政府の歴史戦に政府レベルで対応してこなかったつけだとだからね何バカなこと言ってんだもう言わしたけって言って放置したわけよそうしたら世界の至る所にね慰安婦像が建たらえて慰安婦の乗ったバスが走るようになっちゃったわけだからあれもう最初からね 何言ってんだパシーンと言っておけばですねそんな信じなかったんですよ日本が黙ってたから、えー、嘘も一万名言えば本当になるというね、えー、これですわだから安倍政権になってね言うようになったけどそれまでずっと黙ってたんだからダメよダメ違うものは違うと言わないと外国ではねほら日本人だったらね黙ってても分かんないあの認めたことにならないけども国際社会では黙ってるイコール認めてるですからね バカ、えー、らしいこと言わしとけみたいなねそんな嘘はめちゃくちゃなことは誰も信じないなんて思ったら大間違い黙ってたら認めてるってことですよああそうダメよダメダメってねそうそういうふうに言わなきゃダメなんです結局徴用工じゃなかったっていう話ですわ、えー、ただのイチャモンですよね だかか、徴用工って言われる人だって22万人いるわけだから、俺も俺も俺もって言って、徴用工じゃない人が俺もとか言い始めたら、いやいや、ほんと、何兆円も払うことになりますからね。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。